Thank you.
相手だけど気を抜かないで。オーケー、さっさと片付けましょう。雑魚相手でも手加減はなしだ。騒いでいいの。どうだシュルク、その感じ違ったぎるな。やってやるぞ。どっちしなよ。これだ。そこモナドの力なのか。これはすごいや。この調子なら大丈夫だな。さあ、行くわよ。こんなところがあったなんて。だから言ったろ、シュルク、研究ばっかりしてねえで外に出ろってな。さあ、目指すはここの最深部だ。そこから巨神の上層部に上がる。コロニー6で暮らしてた私たちでも最深部までは行ったことがないけど。そうだな、巨神の上層に近くなればモンスターどもも活性化する。この奥に行こうなんてのは昇魂たくましいノポン族か物好きな俺くらいのもんだ。そんなところに俺たちを連れて行こうってわけか、お前は。仕方ねえだろう。じゃねえと巨神の頭にはいけねえんだ。行きますよ、どんなとこだろうと。そうそう、その意気だぜ。ねえ見て。
あれノポン族じゃない？あれやノポン商会の連中だな。こんな場所で何やってんだ？何か事情があるんじゃないかしら。ねえ、行ってみない？うん、そうしよう。相手だけど気を抜かないで。オーケー、さっそく片付けましょう。雑魚相手でも手加減はなしだ。攻撃を集中させて。やった、ダンバーさん、やったね。私も頑張らないとね。だんだん乗ってきたよ。何か気は自分あるよ。よし、やっちゃえ。だんだん乗ってきたよ。やったね。だが油断は禁物だぞ。楽な相手だけど気を抜かないで。雑魚相手でも手加減はなしだ。オーケー、さっそく片付けましょう。はっ、手につけ。はっ、そうだ、シュルク、この調子だ。やってやるぞ。楽な相手だけど気を抜かないで。オーケー、さっそく片付けましょう。雑魚相手でも手加減はなしだ。みんなのおかげだよ。この調子で突っ走りましょう。
楽な相手だけど気を抜かないで。オーケー、さっさと片付けましょう。雑魚相手でも手加減はなしだ。なんとか変装だ。そうだどうだ、シュルクの調子だ。やってやるさ。さすが英雄ダンバーね。ダンバーさんすごい。あと一匹だよ。助かった。なんとか勝てそうだ。楽勝だったね。みんな余裕が感じられるな。この調子で突っ走りましょう。相手だけど気を抜かないで。オーケー、さっさと勝ち。雑魚相手でも手加減はない。ハルナ、いい狙いだよ。ハルナ、いい腕だ。あ、準備はできてる。当たらないよ。シュルク、やるわね。やってやるさ。ドリーム、心がもう少しだ。可愛いです。さすがは英雄だわね。そこ、そう、この明かり、不思議な光ですね。ハイエンターの置き土産だな。奴ら今でこそ上層に引きこもってるが、その昔はこの辺りも支配していたらしい。へー、ちょうどいいさ。ここらで休憩としよう。不思議とこの明かりはモンスターを寄せ付けない。そこらで休むよりは安全なはずだ。いいね、風。本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。お前たちを許さない。はあ、うん、思い知れ。これがフィオルンが、陛下が受けた痛みだ。変えたいかい、未来。早いもんだな。ディクソンさん、あの雪山で俺がお前を見つけてからもう14年か。
感謝しています。あの時ディクソンさんが僕を助けてくれたからこそ今僕はここにいる。すまなかったな、お前の両親助けてやれんで。そんな、考えてみりゃお前とモナドの付き合いもそん時からだよな。案外もともとそいつはお前が使うように神様が定めてくれたもんかもしれんよな。ほとんど覚えていないけど、僕にとっては父さんと母さんの残してくれた形見みたいなものだってそう思っていた時期もありました。だからこの件の秘密を解いて鬼神兵との戦いに少しでも役立てたいって。でも実際はガラクタの山を築いてただけなんですけどね。研究棟のあれか。ま、確かにな。でもやっぱりこの件は。お前が最後だぜ、シュルクよ。すみません、なんだか寝つけなくて。さあ行こうか、最深部はこの先だったな。ああ、目指すは最深部、古代ハイエンター様の遺跡だ。Yeah! Yeah! 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 Ye
心が騒いでしょうがない。みんなで掴んだ勝利よ。この調子で行こう。だが油断は禁物だぞ。負けられないんだ。かけた先祖一匹たりともお話ししないわ。天下の妻アーマー風神ストリーム。どうだスルス。どうした。私も頑張らないね。やってやった。バックスラッシュ。対戦力は今ならこうだろ。やれそうだ。ここから巨神の上層マクナ原生林へと行ける。監獄島のある頭頂部は原生林をさらに登った先だ。名残惜しいが、わしらはここで別れるとしよう。残してきた者たちのこと、そしてコロニーナインのこと、少々気がかりなんでな。そうですか。今までありがとうございました。コロニーシックスではひどいことを言ってしまったな。すまなかった。あ、いえ。わしはお前に命を救われた。そのことを決して忘れん。モナドの後継者よ。カルナ衛星兵、お前はどうする？私はシュルクたちと行きます。鬼神兵を許すことはできないし、それにガドを探したい。どこかで生きているような気がするんです。どうだな、それもいいだろう。カルナ、僕もオダマさんと一緒に行くよ。ジュジュ、本当にそれでいいのね？うん、シュルクさんたちの鬼神兵との戦いぶりを見ててすごいと思った。僕なんかがいたら足手まといにしかならないって。そうでもないって。
なんなら道中鍛えてやってもいいんだぜ。僕決めたんです。シルクさんたちに比べたら僕のできることなんてたかが知れてるけど、それでも精一杯自分のできることをやってみようって。戦うことは無理でもコロニーのみんなを守ることぐらいはできるんじゃないかって。そうか、頑張れよ。できるさ、君なら。はい。シュルク、ライン、わしの娘をよろしく頼むぞ。ディクソンさん、一緒には行けないんですか？奴らの前線基地となっていたコロニー6が崩壊したとはいえ、危機が去ったわけじゃねえからな。いずれ近いうちにまた襲ってくるに違いねえ。コロニー9の防備固めとかんとな。わかりました。コロニーのことよろしくお願いします。ま、そのうち追っかけるからよ。それまでの間踏ん張れよ。そしてモナド。わかっています。コロニーのみんなのためにも必ず。いい顔してるぜ、シュルク。まだ骨に見合った筋肉がついてねえ。もっと鍛えとこうな。でなきゃシュルクを守れねえぜ。忠告ありがとうよ、ディクソンさん。頑張れよ。じゃあな。やれやれ、純朴な和光堂を騙さなきゃならんとは心が痛むねえ。何か言ったか？愚痴だよ愚痴、聞き流してくれ。ふいふい。相手だけど気を抜かないで。こいつは私に任せて。雑魚相手でも手加減はなしだ。今ならやれそうだ。今だって。どうだシュルク、鉄鋼弾攻撃を集中させて。ああ、分かった。お疲れ様。
では先に進むか。この調子で行こう。
オナドだ。影の斧の肩。撃てそうだ。ルーティン。そこ。アンバーさん。すごい。あとはこいつだけよ。なんとか乗り切ったね。この調子なら大丈夫だな。みんなやるじゃない。みんなで。ダンバーさん。すごいわ。僕もやってやる。俺が抑える。勝てたのはみんなのおかげだよ。おい、このリフト動かないぞ。本当だ。大昔に壊れてしまったのかな。仕方ない。回り道するしかなさそうだね。回り道って、まさかこの壁を登るの？みたいだな。うへぇ、マジかよ。何のためにあるんだよ、こいつは。文句言わない。さあ行こう。登れそうな壁を探さなきゃ。ライン、そろそろ行くか、シルク。うん。でも、その前に。どうした？モナドのことなんですけど、しばらくの間、僕に貸してもらえませんか？なぜ俺に聞く？
この剣はもともとダンバンさんが使っていたものです。でも今の僕にはこの剣が必要なんです。だから妖精よシュルク、俺なんかよりお前の方がはるかにうまくモナドを使えるじゃないか。それに今の俺にはこの刀がある。返されても困っちまうよ。あの主戦土にたんと踏んだくられたんだ。元を取るまでは使い倒さなきゃな。ダンバンさん、お前はここまで戦い抜いてこられた。それこそお前がモナドに選ばれた証じゃないか。俺はそう思うぜ。自分に自信を持てシュルク。自分に自信を。ただ食われるだけの餌では終わらない。それが俺たちホムスの強さだ。その強さ思い知らせてやろうじゃないか、奴らに。はい。さあ行こう。お前がビジョンで見たという監獄島を目指して。なんだか薄気味悪い場所だな。例えるなら巨神の体内といったところか。どうしたシルク。あ、いえ、なんだか巨神が本当に死んでいるとは思えなくて。ん、おいおい冗談だろ。生きて動き出したら大変なことになるじゃねえか。なあ早く行こうぜ。フェイスネメシス、躯体はこれで完成した。あとは魂の転送さえ成功すれば。あの損傷は、フェイスの装甲を妖怪できる存在など、まさか。バネア様、デギル様がお呼びです。わかりました。
このフェイスの調整が終わり次第伺うと伝えてください。了解しました。これで私のすべきことは全て終わりました。あなたなら鬼神界、いえこの世界全体に新しい時代をもたらしてくれるはず。メイナス様。ここは我らに任せ、早くノポン族の村にお戻りください。何を言うアイゼル、お前たちを残して私一人だけ逃げ帰るというのか。メリア様は我らの希望ならば、この命トスことこそが誉れ、何の恐れも後悔はありませぬ。さあならん、私とてあやつを倒さずしてコートには戻れぬ。暑いな。なんだここ、こんなに木々が茂ってるとこ初めて見た。だよな、どこまで続いてるんだ。ここは巨神の背中あたりだ。シュルクのビジョンによれば目指すはあそこ、ここよりはるか上だな。じゃあしばらくはこのまんま行くのかよ、この蒸し暑い中を。あそこに上がるための手立てを見つけないといけないわね。それまでしばらくここにいることになるのかしら。ねえ、ここは塔の外に出たみたいね。よく来たな、モナドを継ぎし者よ。父上。弱い、弱すぎるぜ。貴様、何者だ。僕はお前たちを許さない。はあ、うん、思い知れ、これがフィオルンが陛下が受けた痛みだ。白い顔つき、それにあの女の子は誰だろう。ビジョンはまだ見ぬ者も出会っていない人も映すのか。それらがもたらすもの、それさえ分かれば
もっとうまく立ち回れるのに。ねえ見て、吊り橋。こんな場所に誰が。ノポン族だろう。俺たちのコロニーに帰化した連中も多いが、彼らの発生はここマクナ原生林だったはずだ。そいつら巨神の頭に行く方法も知ってたりしないかな。それは分からんが、何の当てもなく歩き回るのも危険だな。まずは彼らの村を探してみるか。おい君、大丈夫か？
この子は。シルク、どうした？またビジョンか？いや、まだよくわからない。それよりもこの子。そうか。どこか休めそうな場所は。あの巨木の下なんかはどうだ？あそこならば入り口だけ警戒していれば済む。よし、運ぼう。傷の具合は大したことないけれど、この子かなり衰弱しているわ。原因はわかるかい？エーテル欠乏症に似ている。他の生き物ほどではないにしろ、私たちホムスも少なからずエーテルの影響を受けているのは知っているわよね。急激に周囲のエーテル量が減少すると体調に異変が生じるの。症状が軽ければ単なる疲れで済むけれど、重ければ治す方法は？水系のエーテル結晶があれば私の使うカートリッジに装填して打ち出せるわ。ちょ、この子に向けてぶっ放すのかよ。バカ、いつものように上に向けて散布するだけよ。ああ、そうか。問題は水のエーテル結晶だけど、普通のじゃダメ。純度が高ければ高いほどいいわ。この辺り水が豊富みたいだから、探せばきっと見つかるはずよ。途中大爆風があったな。ただの水辺よりは高純度な結晶を見つけやすいんじゃないか。ええ、可能性は高いわね。わかった、急いで行ってくるよ。シルク一人でか？なんなら俺も。大丈夫、ラインたちはここで番をしてて、ついでに飲み水も汲んでくるよ。水筒、そろそろ空だろ。気が利くね。じゃあ頼むわ。こんにちは。え、こんにちは。珍しいね、こんなところに君みたいなホムスがいるなんて。それはこっちのセリフだって顔だね。なら自己紹介でもしようか。僕の名前はアルビース。アルビース？僕はシュルクだろ。なぜ僕の名を？モナドを振るい、コロニナインを襲撃した鬼神兵を撃退した英雄。ホムスで知らない者はいないさ。君とはどこかで。来たか。え？モナドは規定状態でも特定波長のエーテル波を発している。それに惹かれたな。なんだこいつら。アルミス、君は逃げて。ここは僕が引き受ける。
左からの攻撃なら右に。そんなバカな、ビジョンで見たはずなのに僕の動きが読まれている。こいつらはテレシア。テレシア、こいつらは人の思考を読む。君がいくら先を見て行動を決定しても、それを読まれてしまっては全ては無駄になる。君はなぜビジョンのことを知っているんだ。打つ手は一つ、こいつらの動きを封じ視覚手段を断つこと。ダメだアルビース、それを使っちゃ。あの文字は、何をぼーっとしているシルク。これは君が使うべきものだ。今のモナドの光は君にもできるさ。さあ、僕にもできる。モナドの光、動きを封ずる。できただろ。うん、ありがとう。って、そんなことよりも君もモナドを使えるだなんて驚きだよ。このテレシアは本体じゃない、いわば分身。本体はまだこのマクナ原生林のどこかにいる。傷？そうか、あいつは傷を癒しているのか。彼女から受けた傷を。彼女？モナドはこの世界を律する掟に干渉ができる神の剣だ。物質、非物質を問わずにね。アルビース、君はなぜモナドにそんなに詳しいんだ。君は一体。シュルク！シュルク！あ、ラインだ。おい、ここだよ。シュルク、こんなところにいたのか。お前なかなか戻ってこないから心配したぜ。ごめん、テレシアっていうモンスターに襲われてさ。でもアルビースのおかげで撃退できたんだ。アルビースって誰だそれ。紹介するよ、彼がそのアルビース。あれ、おいシュルク。いや、さっきまでここにいたんだ。本当なんだ。
モナドの新しい力も教えてくれて。俺が来た時からお前一人だったぜ。まさか昼寝でもしてたんじゃないだろうな。それをモンスターに襲われたとかなんとか言ってごまかそうとしているんだろう。違うよライン、信じてよ。本当にいたんだ。わかったわかった。で、そのあるなんとかってのは、お前が昼寝している間にどっか行っちまったとして、肝心のエーテル結晶は？ああ、それだったらここに。オッケー、それさえあれば一安心だ。さあ戻ろうぜ。こんなとこにポツンといたら本当にモンスターに襲われちまうからな。ダイン、アルビース、彼は何者なんだ？ビジョンの効かない敵とはさすがマクナ原生林。いろんな生き物がいるもんだな。おまけにモナドの使い手か。ええ、そいつはぜひ会ってみたいな。お前本当に寝てたんじゃないだろうな。ライン、いやだってさ、お前やダンバン以外にモナドの使い手がいるなんて話、にわかには信じられねえよ。準備ができたわ、行くわよ。下がって。ほう、こりゃすごいな。お、気がついたみたいだぜ。さすが衛星兵。君、ここはもう大丈夫、安心して。気安く触るでない。いて、おい、お前、すまない、つい手が出てしまった。驚かせちゃったみたいだね。そなたらが助けてくれたのか。まあそういうことになるのかな。そうか、我が名はメリア。先の比例許してもらいたい。ホムスの男に触れられるのに慣れていないのでな。ホムスの男？おいシュルク、お前気持ち悪がられてんぜ。なんだよそれ。そなたほどではない。な、ところでメリア、あなたは一人なの？誰かと一緒だったとか、はぐれたとか。すまない、詮索は遠慮願おう。雪吊りの者たちに話すようなことではないのだ。こりゃまた堂々とした正論だな。でもな、望んで一人になったのでないなら、無理にその状態を貫き通す必要もないんじゃないか。そなたたちこそなぜこんなところにいる？マクナ原生林までホムスが上がってくることは滅多にないはずだが。僕らはここの遥か上、巨神の頭を目指しているんだ。巨神の頭。さてどうやってあの上まで行こうかと難儀している最中さ。そうか、ならば私も礼節を持って答えよう。お、ここマクナから巨神頭部のあるエルト海へ至る道は限られている。へえ、頭がある場所はエルト海っつうのか。この先しばらくの道道を頼む、案内をしよう。本当にありがとう。僕はシュルク、よろしくメリア。シュルクか、ずいぶん堅苦しい感じの子だけど、ホムスよね。なんでこんなところに一人。さてね、直接聞いたら、俺ああいうの苦手。
まずはノポン族の村へ行く。ノポン族？僕たちもノポンの村を探していたんだ。巨神の頭に向かう手がかりがあるんじゃないかって。この地に来てから世話になっていてな。行けばエルト海へ上がる手立てがある。わかった。じゃあそのノポン族の村を目指そう。うん。彼らは巨木を住処にしている。ここから道なりに進めば着くはずだ。力なのか。貫け。バイク
抜け、バーチカルボル。頼むぞカルナ。決めるわ、キリトボルト。オーケー、完璧よ。そなたに感謝を。バッチリ。行け！